はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、この章は初ですね。ここは演習角の定理のとこなんですが、今回は角度を求める問題5問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらって分かんなかったり、ちょっと不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、最初にも言ったように、ここ演習角の定理のとこなんですが、この動画の一番最後に、再生リストのリンクをつけておきますので、演習角の定理が、その基本的なとこからちょっと不安な方っていうのは、ぜひそっちを見てください。で、本編5本しか撮ってないんですが、最初の3つの動画が、この角度を求める基礎問題になってます。特に一番最初はね。で、演習学の定理っていうのは基本的な技をまず覚えておいて、それをどう使うかっていうところが大事になりますので、その技に関してはそっちでぜひ確認してみてください。では、行きましょう。で、まずこれ、まあ技ね、紹介したくて1問目作ったんですけど、まあ一番大事なやつです。演習学の定理の中で。で、これ先に答えだけ書いちゃうと、これ61なんですよ、答え。書いちゃいますね。61度。で、なんでそうなるかっていうと、まず、円周角の定理の中で、中心角と円周角の関係っていうのがあります。で、それを考えていく中で大事なことが、スタート地点です。スタート地点。これよく自分が言うだけなんですけど。で、何かっていうと、今ですね、この、例えば122度。これ、中心に向かって線引いてるんですけど、スタート地点がこことここになります。どういうことかっていうと、その2箇所から中心に線を引きますよね。そのスタート地点から。そこで出来上がってる中心にある角度なんで、これ中心角って言うんですよ。いい？スタート地点はこの2つだと。で、同じスタート地点から円の外側、スタート地点変わってないです。同じスタート地点から外側に、こうやって線を引いたところのここを円周角って言います。中心角と円周角。で、この二つはですね、スタート地点が同じであれば、中心角の半分が円周角に絶対なります。だから122割る2をして61になったって、これで今終了なんです。答えとしてはね。これ大事な技。多分円周角の定理の中で一番大事ですね、これが。っていう解き方になります。まあ、詳しくはね、その最初に言った方で確認してみてください。で、次も、まあ、技の一つですね。まあ、3番とつなげて説明したくて、これ作ったんですが、これ、もう答え先に言ってしまいます、これもね。これ答え103度です。103度。で、これ何かっていうとですね、これ覚えやすくって、円がありますよね。で、円の中に四角形入ってるじゃないですか。で、しかも四角形が内接してるんですよ。内接。これ言葉覚えてね。内側に接するって書いて内接なんですけど、4箇所、頂点ね。全部円にくっついてますよね、内側。この全部くっついてるのを内接してるって言うんですけど、内接してるとき、ここと、ここ。まあ、対角の角、反対側にある角度ね。は、足したら180になります。これは絶対です。180になる。だから、こっちが77だったら、反対側は、180から77引けばいいでしょって。で、103っていう答えになります。だから、もし、ここが60度ってなってたら、ここは180から60を引くんで120になります。もちろん、こっちもそうです。こことここを足しても180なんで、片方が分かってれば、もう片方も出ますよっていう。これも覚えておいてください。で、3番です。俺が学校の先生だったら絶対出します、この問題1問。なぜかって引っかかるから、この問題。これね、割とミス多いんですよ、この3番。何かっていうと、もちろんね、この内接っていう内側に接するところを意識してればミスしないよって思う方いるかもしれないんですけど、円で四角形があるから、これと同じ技が使えると勘違いする方がいます、この問題。だから、まあ、ミス二つあるんですけど、一個が130でしょ？あ、反対側ってあれじゃん、180から引けばいいんでしょ？だから50みたいな。これ×なんですよ。これ間違ってる。そう。で、もう一個のミスが、これね、ここスタート地点、二箇所決めますよね。そうすると、スタート地点から中心に向かって
線を引いてできてるから、これ中心角なんですね、一応。130度。だから、あ、中心角の半分なんでしょ、外側、みたいな。これ、スタート地点同じだからさ、こうなってるんで、あ、OK、これ円周角じゃん。あ、130の半分、65、OK、みたいな。これもミスなんです。そう。この2個のミスがすげえ誘われます、この3番。そう。で、それをね、ちょっとやると確認してほしくて、今回問題作ったんですけど、実はこれ何が違うかっていうと、このスタート地点ありますよね。確かにこれ円周角なんですよ、外。円周角で、もちろんこう中心に引いてるから中心角なんですけど、これですね、中心角、こっちなんです、ここ。こっちの角度。これね、あと、ここだけ見ると分かりにくいんですけど、この形でちょっと戻りますね、この形。今、スタート地点こっからで中心角と円周角になりましたよね、外と中で。で、今、これをさ、もしこっち側に線持ってきます。ちょっとスタート地点変えますよ。こっちに来ると。そうすると、色変えましょうか。こうなって、こうなって、こうなって、こうなりますよね。で、その時、こっからスタートの時は、ここが円周角だったわけじゃん。あ、ごめん、中心角だったわけでしょ。ってことは、もちろんここですよね。中心角。で、円周角はここになる。こういう関係になる。位置関係としては。中と中にはならないんです。中心と円周角の関係って。これ中と中だからね。130と X って。向かい合ってるでしょ。で、そうじゃなくって、こっち側を使わなきゃいけない。で、そこの角度どう出すかっていうと、これ、一周だから全部で。360ですよね、一周は。だから、360から130を引いて、260度になります。上の部分。こっち側は。で、そいつの半分なんです、これ、X は。いい？つまり260割る2をして、260 おいおいごめんね、230だわ、ごめんよ、間違ったね。260割るにしたら130戻るなっておかしいなと思って今。そう、230割る2をして X は115度と、これで終了となります。まあさっきね、俺だったら絶対出すなんて言い方しましたけど、もちろん絶対なんてね、その保証はないんですが、よく出てきます、特に定期テスト。なのでね、出てきた時に、あ、これ先生、私を引っ掛けようとしてんなと。俺を引っ掛けようとしてんだなっていうふうに思ってください。で、引っ掛かんないでね、ぜひね。じゃあ、下の段行きましょう。で、下はちょっと難しいです、上よりはね。で、角度の問題っていうのは基本的に分かる角度をどんどん書き込むっていうのがいいです。それがまあ、なんだろう、突破口を見出すというか、そう、なるんで。で、まあそこをね、意識してやっていこうと思うんですが、この問題、まずですね、ここ X なんですよ。で、外にも出ちゃってる、27がね。で、ここ55があるんですけど、どうやるか。これね、解き方何パターンかあるんですが、多分一番分かりやすいやついきます。で、一番、これをね、問題で大事なことは、ここが X に気づけるかどうかなんです。今引いたとこが X 度っていう。なんでかっていうと、これはですね、スタート地点ここ。考えます。その時にこの X の角度はこのスタート地点からピーッとピーッと引いてるんで、この2箇所のスタート地点の円周角なんですよね。いスタート地点ここね、2箇所で、上の問題ではやってないんですけど、同じスタート地点からピーッとピーッと引いた、こっちも外側なんで円周角でしょ。同じスタート地点から出てる円周角は全部角度同じになります。だからこっちも X なの。で、その後どうするかっていうと、自分はね、ここ X の時に、この隣行きます、ここ。ちょっと見にくかったらごめんよ。ここの角度。お隣さんは基本的に180から引くわけじゃないですか。180引くほにゃらら。で、X なんで、そのまま、あれか、計算で使うからちょっと下行こうか。これ、インクがちょっとまずいね。180-X 度になります。ここの角度。そのまま X 使っちゃいます。だから、もちろん、ここ。ここも、お隣さんだからね。180から X を引いて、この部分もこの部分も 180-X と置くことができます。で、今何を狙ってるかっていうと、最後、ここの四角形で攻めたいの。右に、飛び抜けてるやつ。で、ここの角度、残りここね。ここ55ですよね。対頂角だから、ここ。ここ55、180-X、180-X、27って角度が4つ集まりました。
で、文字は1個しか、1種類しか使ってないんで、これ方程式解けるんですよ、絶対に。どういうことかっていうと、足します。4つ。27と55と 180-x と 180-x をね。で、足すと、ちょっと55と27先足しちゃおうか。82足す。で、180-x が2個あるんで、ちょっとこれ先にかけるにしちゃうね。360-2x になります。これが今4つ足したやつ。この四角形のね、ここ。で、四角形の内角、内側っていうのは足したら絶対360ですよね。それは決まってると。だから、イコール360。で、あとこれ解いて終了です。これ360消えるんだよね、どうせね。だからまとめると、マイナス 2x イコールマイナス82になります。で、x イコールマイナス2で割って、41度って、これで終了となります。おそらく自分に2パターン解いたんですけど、この問題。こっちの方が分かりやすいかなとは思います。はい。じゃもう一個何かっていうと、一応口だけね、説明すると、この図形って、こういうさ、思い出した。このブーメラン型、まあ、肘型とも言いますけど、形があるんですよ。で、ブーメラン型の特徴っていうのは、尖った3箇所、27と、こことここ、3箇所足すと55になるっていうルールが決まってるので、まあ、同じ感じです。ここを X を使って置いて、27とこいつとこいつを足して55って、まあ、同じような方程式ですけど、解いて、解いても41に、まあ、なりますので、まあ、どっちでも構わないかなと思います。まあ、ひとまずスタート地点が同じとき、円周角ね、は全部同じです。ただもちろん、こう来て、こういう、スタート地点同じで外側に来てるここも X 度だからね、もしあったとしても、まあ、同じになりますよっていう大事なルールです。で、ラスト行きましょう。で、ラストは、まずこれ上直径ですね。直径があって、これがある。これちょっと大事なんですけど、これ屋根がついてるのは弧です。弧 AB。っていうのはここの長さね。ここです。このカーブの外側ね、弧。と、弧 CD。ごめん。ごめんね。の長さが同じですよ。と、また後使います。で、これまずどこから求めるかっていうと、まあ、自分こっからですね、ここの角度。ここがね、31度なんです。なぜかっていうと、この62は、こことここをスタート地点にしてます。こっから、ピーって引いたのと、ピーって引いた中心角ね。ってことは、同じスタート地点、C と D ね、使った、外側に向かったここと、ここはスタート地点同じ円周角ですよね。つまり62の半分になるから、31って出すことができます。で、ここで大事なルールになるんですけど、なんで今回これね、この長さが同じが与えられてるかっていうと、同じ円の中で、この長さが同じとき、円周角の角度、まあちょっと中心角もですけど、角度は同じになりますよっていうルールがあります。でも口で言っても、やっぱキョトンとする可能性があるので、簡単に図を書くと、まあ、円がありますよね。で、ここのスタート地点から円周角、外の角度ね、1個作りましたと。で、さっきここのルールだったら、同じ場所から出てればさ、絶対円周角同じになるんですよ。でも、同じ場所から出なくても、ここの弧の長さ、ここと、弧の長さが同じになれば、円周角作った時角度同じなんです、絶対。これは中心角も一緒ね。だから、こっからこう出したって同じになる。角度全部。円周角は。下が同じだから、長さ。っていうルールがあるの。で、それを言ってる。だからそれを使えっていうサインなんだけど。じゃあ何かっていうと、今 CD からの円周角ここでしょ？じゃあ、CD と AB の弧は同じなんで、AB のスタート地点から、外に出てるの、ここだよね。円周角。だから、同じ弧から出てる円周角なんで、もちろん X も、これ、いいか、こう、これで終わるかな、入ってるかな。31度、同じね、31度になりますよ、で、終了となります。ここにあるより、細かいけどね、ちょ右下の方が多分、早送りした方は分かりやすいかな、答えの位置が。こっちの方が多分分かりやすいかも。とか思ってみた。どうかね、まあいいか。っていう感じです。
まあ、今回は問題演習をメインにしてるので、演習学の定理の基本的な技は全部、ね、補ってはいません。なので、まあ、この動画の後ね、最後にある再生リストの方の一番最初のね、動画をチェックしてもらって、そこでぜひね、確認してもらえたらと思います。では、今回はね、この5問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。演習学の定理結構苦手な方が多い、まあイメージ、まあ相談とかも多くてそう思うんですけど、結構教科書のボリュームとかも問題のパターンとかもあまり多くないとこなんですね。なので本編と合わせてぜひ問題演習してもらって、ぜひテストの時に得点ね、取ってもらえたらと思います。ぜひ頑張ってください。